今日はフィットプレイス神田店に来ています。今日は川崎和樹さんとご一緒です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さやさんからですね、先日 LINE が来まして、うちの高重量ダンベル扱える人いないかなって、羽賀くん知らないって言われたんですよ、はい、そこで僕が真っ先に思い立ったのが川崎さんということで、135ポンドらしいんですよ。なんで、まあ、大体60キロちょいぐらいだと思うんですよ。超高重量ダンベルっていうことで、結構そのダンベル大切にしてるみたいなんで、まあ、軽く道場破りしちゃってください、はい、もう早速こっちが入り口なんで行きましょう。お願いします。さやさんと合流しました。はい、今日よろしくお願いします。お願いします。川崎さんすごいですから、まあ、さっき別の動画でそのさやさんの動画の方でオープニング撮って、大体どんな人か分かったと思うんですけど、本当参考にならないですから川崎さん。そうだ、参考にならないだから、ね、いるんだよね、これ参考にならないと。そう、本当ごく稀にいる天才の一人だと思う。天才ではないかもしれないです。絶対天才っていうのと、あと、うん、超高重量ダンベルっておっしゃるじゃないですか、うん、135ポンドですよね、多分60キロちょいじゃないですか、うん、60キロでいいのっていう感じなんですよ、正直正直でも、はい、あれじゃさっきも言ってたけど、ジンくんに勝ってるから。そう、ジンさんにベンチ対決で圧勝してしまった。圧勝しちゃってってことは、そうですよ。しかも川崎さんのベンチのフォーム見たら本当に半端ないですよ。素で、うん、リストラップなし、エルボースリーブなし、うん、ベルトもなし、ベタ寝です。ベタ、それジンくん何も言えなかったの。何も言い返せない。何も言い返せない。あぜんとなってたんだけ。もう負けを認めざるを得ない。そうだよね、いう感じだった。もう仕方ない、あれは。そんなフォームでやる川崎さんが、もうすごい可愛がってるダンベルかもしれませんが、はい、本当にもうおもちゃのように扱ってしまうかもしれませんよ。もうそれはそれで面白いですか。そう、なんでちょっと今日川崎さん、はい、見せてくださいよ。なんとかなれ精神で、最近チーカーはハマってんで、なんとかなれって。はい、あ、すいません。はい、ちょっと、はい、アップしていただいて、はい、アップはちゃちゃっとね、ちゃちゃっと、アップちゃちゃっと、ちゃちゃっとお願いします。じゃあお願いします。お願いします。アップそこからですか。アップ何キロですかこれ。50だったら次60だ。僕頑張ってこの重量やります、ね、フォームは、はい、こんな感じで。あ、もう全然上がれば何でも。これで2レップいやむしろ目標は18回。さすが18回。これを乗り越えましょう。18回いったらマジでやばい、うん、いや俺もうドキドキしてきた。 JBBF 最強のパワーの持ち主、はい、だからビッグ3のトータルでいったら誰も勝てないですよ。まあよくとこれ、あの、はい、はい、重いんでちょっと集中してもらって、もうじゃあ、はい、対峙して、はい、早い、頑張ろう。なんとか慣れ精神で頑張ります。そうですよ、バズらせましょう。ちょうだいひょいってあげるけど、ひょいってあげて、ちょっと緊張すんな。ありがとうございます。1 2 3 4、頑張れ。5 6 7 8 9、はい、仁さん超えた。これで10、はい、1 2、頑張れ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 、13、もう一回もう一回、ガーうわー悔しい。練習してまた。ちょっと待って、はい、川崎君でも13回多分めちゃくちゃ強い。いや、超強いですよ。スーパーフルだから、スーパーフル、スーパーフル、うん、で、ちょっと待ってね、はい、仕掛けの株がまた上がるのが嫌だね。悔しいですね。俺がさ、1回しか上がらなかった俺が、はい、やっぱ仕掛け17とかだ。チンクは超えてきました。はい、超えちゃった、超えちゃった。つけてきたし、いや、めっちゃ強い。強い。暫定2位でございます。はい、すいません、悔しいです。川崎さん、練習してこなかったし、デッドとスクワットをやりまくって今ですよ。やっぱね、みんなやってる時、空気が止まってた。川崎さん、ちょっと筋トレ離れてたんですよね。はい、1週間ほど。ダンベルプレス歴もないっすよね。1ヶ月ぐらい。1ヶ月ぐらい。おかしいよ、1ヶ月。俺は、あの、筋トレことすらできないんですよ、ここに。ああ。この訓練でやんなの。
出たこのさ、はい、おしゃれにチーパンできちゃってさ、チーパンは禁止だからね、筋トレ確かにレッグなんだよ。あ、傷つくから腹筋をあと4レップで追いつけるし、うん、あと5レップで超えれるので、はい、ちょっと超えていただきたい。じゃあ超えたい、ちょっと練習して超えたら、あ、ぜひぜひぜひ。横須賀ゴールドに60キロ以上のダンベルありますよね。あります。じゃあもう完璧だ。じゃあもう70キロでプレスの練習してもらって。確かに。じゃあいいんじゃないかな。そうします。はい、ダンベルメインでちょっと。そうですね、しばらくベンチはやめといて、はい、ちょっと日本一の大胸筋を倒せる唯一の男だと思うので、はい、うん、はい、ぜひ、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。急にベンチが始まりましたが、180、200キロ上がるかなって感じだね。200やりたいっすね。マジか。上がりそうっすね。200。上がりそうっすねじゃないですよ。軽い。おお。すごい。すごいね。今日は2発で。軽いですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ダンベルベンチ60キロ13回やった後にそれをウォーミングアップとして次ベンチプレス200キロ2回と。おかしいよ。これがウォーミングアップだったんですよ。結構そうだね。はい。60キロがいい感じのウォーミングアップになって。もしかしたら次回200キロのベンチやったところやったら、はい、もしかしたらいい感じのウォーミングアップになってほぐれてね、ほぐれてね、つかけを倒せるかもしれない。やっぱ倒したいですね。ちょっとつかけ倒したいな。やっぱ実際強いですよね。強い。結構高い壁ですよ。減量前までこれ練習してくるんで、もう一回じゃあもう一回ちょっとチャレンジしていただいて。お願いします。また僕ちょっと見たら20ぐらい見たいね、これで。20できたらすごいぞ。相当すごい。川崎さんはまあ横須賀の方で70キロダンベルを練習していただいて、60キロぐらいでやるんです。70キロで練習するの本番より重いやつが。あ、本番よりも確かに。ちょっとあれですけど、はい、想像破りならず、じゃあ、ありがとうございました。こんなグダグダの締め切り。いいっすよ。じゃあ、ありがとうございました。